どうもこんにちは。2021年も気づけば残すところあと3ヶ月弱なんですが、今年もいろいろなキャンプ道具との出会いがありました。今回は今年手に入れたものの中からこれは良かったというものを6個ご紹介したいと思います。まず最初にコット。個人的にキャンプで重要視したいと思っているところは寝床なんですが、僕にとってはコットが一番寝やすい寝床です。いろいろなタイプのコットが販売されていますが、選ぶ基準の一つにしたいのが足の取り付け方法。はめ込み式でなくロック式のものを絶対おすすめします。初めて購入したコットははめ込み式のものだったのですが、組み立てる時も片付ける時もフレームを持ってぐーっと力を込める必要がありました。あんまり力を入れると壊れないかなという感じで心配しながら組み立てていたんですが、撤収の時にうまく外れてくれなかったりして疲れてしまった時もありました。そういうことがあったんでロック式のものを使った時は感動ものでした。はめ込み式のものは子供では絶対に組み立てられないような硬さだったんですが、ロック式のものは力がほとんどいらないので子供でも組み立てることができました。キャンプ道具ってどうしても色や見た目で選んでしまいそうになるんですが、これからコットを買おうとしている方はこのあたりの簡単な組み立て方というのがコットを選ぶ上でおすすめのポイントになるんじゃないかなと思います。やっぱり一番良かったものといったらこれでしょう。スケーターさんと一緒に開発したカラーメスティンです。実はこれですね、スケーターさんとの初めての企画会議が去年で、その時から話を進めていたんですが、ようやく今年の8月に発売が開始されました。まあ、このメスティンを作るまでの過程もいろいろあってですね、まあ、色を決めたり、あと試作品を作ったりとかいろいろあったんですが、色を決めるのにもですね、アンケートを取ったり、ライブ配信でいろんなアイデアを視聴者の方からいただいたりしながら、ようやく出来上がったっていう思い出深い一品でもあります。メスティンイコールみんな銀色っていうのが、どうも僕は満足できなくて、これを変えたかったので、女性でも手に取りやすい色を作りたかったんですね。その他にも人気のあるグリーンを入れたりして面白いカラー展開ができたんじゃないかなと思います。このメスティンはアルマイト加工がされているので焦げ付きにくく洗い物も簡単になるという特徴があります。キャンプ場で洗い物をするときってさっと割れるものが一番だと思います。さっと洗えて道具をスタッキングして持ち帰るということが可能になると思うので、洗いやすいメスティンであるこのカラーメスティンはおすすめです。サイズも3種類あるので自分に合ったサイズを選べると思います。キャンプ道具の色合いってどうしても画一的になるというか同じような感じになってしまいがちなので、差し色の一つとしてこういう色のあるものを使うっていうのも楽しいんじゃないかなと思います。このカラーメスティンはですね、スケーター公式サイト、あとアマゾン、そして楽天、あとは量販店ですね、そういったところで販売しているので、ぜひですねどんなものか見ていただきたいなと思ってます。きっとですね、見ていただけると、この製品の良さっていうのもね、感じていただけるんじゃないかなと思います。キャンプでのんびりした時間を楽しむのに欠かせないのが椅子です。こういったタイプの椅子を使っている方は多いと思うんですけども、この椅子は前後の足の長さを調整して高さを変えられる椅子になっています。低い椅子を使っていると腰をやられそうになる冬の場合は、ハイにして過ごしたりもできるので、一つの椅子で何通りも楽しめるのがいいなと思っています。同じように高さを変えられる椅子は、某社のものがあったりしますが、それはですね、これの倍額ぐらいするので、コスパもかなりいいんじゃないかと思います。難を言えば、生地がメッシュではないので夏場は暑い。黒一色しかないので、カラーバリエーションがない。といったところでしょうか。カーキとかサンドカラーとかも出ればもっと人気になってもおかしくない椅子なんじゃないかなと思います。ちなみに購入してからキャンプでは毎回使ってるんですが、耐久性も問題なく使えてます。3番目はこちら、メスティンで5分で炊けるお米です。実際は蒸す時間を少し多めに取った方がいいので、蒸らす時間を入れると7分程度かかるんですが、それでも炊けるまでがめちゃめちゃ早いです。そして何よりもお米が美味しい。キャンプ場に行くとですね、ご飯が早く食べたいという時があったりしますが、そういう時でもすぐに炊けるのは強いなと思います。これはですね、値段も安かったのでリピート購入したりもしたんですが、ただ
残念ながら現在は商品企画などを再構築するということで販売が終了してしまっています。また違う企画になって登場するのを楽しみにしているので、これはですね、次に期待したいなと思ってます。オピネルナイフは大好きで、料理の時はいつも使ってます。今までは8号を使っていて、ナイフケースも作ったりして満足してたんですが、どうしても感じてしまうのがちょっと小さいっていうこと。9号と10号を試しに使ってみましたが、僕の手に合うのは9号の方でした。まあでも大きなものを切りやすいのは10号かなと思います。この辺のですね、自分の手に合ったナイフのサイズっていうのは実際に持ってみて初めてわかるものなんだなというのを感じたんですが、ナイフのサイズがほんの少し変わるだけで使い勝手がまるで違うのが面白いところです。オピネルナイフにはステンレスとスチールがありますが、僕が好きなのはステンレスのものです。錆びにくいので特に注意も必要ないっていうのが一番いいところかなと思ってます。欲を言えば持ち手がオリーブウッドのものが好きなんですが、ないのがちょっと痛いかなと思います。研ぐとですね、もっとスパスパ切れるようになるはずなんですが、あまりに切れ味のいい刃物っていうのは僕は怖いので箱出しのまま使ってます。このあたりはですね、好き好きだと思いますが、砥石でささっと研ぐだけでも結構違ったりするので、切れ味が悪くなったなと感じたらごく稀に研いでいるという感じです。8号も使い慣れたサイズで好きなんですが、9号にするか10号にするかっていうのは今後かなり悩みどころになりそうです。これからの時期楽しくなってくる焚き火なんですが、こんなギアっていう感じのものがあるとさらに楽しくなりますよね。トングとファイヤーブラスター、火火希望が合体したトングなんですが、これ一つで焚き火の面倒が見れる嬉しい一品でした。キャンプしてると物がごちゃごちゃしてしまって、使いたい時にどこに置いたっけと探してしまうというシチュエーションがあったりしますが、一つにまとまっているのですっきりしますし、この存在感は見失いようがありません。息を吹きかけたり薪を追加したり薪の位置を変えるのもこれ一つで事足りるので、特に息子が焚き火をするときにこれを使うことにハマってます。ガンガン使い倒せるように作りが武骨でがっちりしているのもキャンパー仕様でいいなと感じてます。本当ね、焚き火するときにこういうものが一つあるとかなり楽しくなりますよ。今年挑戦したことの一つに自転車キャンプがありました。しまなみ海道に行ってきたんですが、車で行くいつものキャンプと違って荷物をコンパクトにする必要があったのと、荷物を詰める場所を確保する必要がありました。そこで購入したのがこのケージだったんですが、これを取り付けることによって自転車の左右にテントと椅子を設置できました。一番かさばるけど大事なものを持ってきたので、結構快適に自転車キャンプを楽しめたと思います。ドライバッグの中に荷物を詰めてこれに設置しても良さそうな気がします。荷物の置き場の少ない自転車にはとても重宝するものでした。機会を見て自転車キャンプはやりたいと思っているので、今後も活躍してくれるんじゃないかなと思います。しまなみ海道はね、めちゃめちゃいいところでしたね。最後に、買ったものを別のものに変えてしまったのですが、ビーパルフ6のチャムス焚き火台を改造したアンドンです。本来の使い道とは違いますが、唯一無二のものが作れたので、これも買ってよかったものだと思ってます。もともとは超小型の焚き火台だったので、普通の大きな焚き火台を持っている僕としては焚き火台としての使い道があまり見出せませんでした。何回かは使うかもしれないけど、おそらくすぐ使わなくなるだろうなとも感じたものです。でも作りがめちゃめちゃいいので、やっぱり欲しいなと思ってしまって、他の使い道を模索してアンドンにしたという経緯があります。ビーパルは付録がよっぽど気に入ったものでないと買わないんですが、これは動画を出した時にはもう売り切れているところが多かったようで、それがちょっと残念だったかなと思ってます。でも同じように買ったけど使い道どうしようかなと思っていた方が参考に同じものを作ってくれたりもしたので、まあこれはこれでね、面白いものができたんだなと嬉しかったです。肝心のアンドンとしての機能ですが、リモコン式のライトを入れただけなのでそんなに明るくはないんですが、ぼんやり浮かび上がってくるチャムスのロゴが見ていて楽しいものだということと、椅子に座ったままでもオンオフができるというのが機能的で気に入ってます。今後ですね、もしこういった付録なんかで同じような小型の焚き火台が出た時は、この作り方と同じように DIY できると思うので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。
ということで、この9ヶ月の間に買ったりした良かったものをご紹介してみました。今後の自分のキャンプで相棒になってくれるような良いものに出会えたのは嬉しいなと思ってます。まあ、世の中にはですね、まだまだいろいろなキャンプ道具があるので、今後もできるだけですね、いろいろなものを見たり触ったりして楽しめるキャンプというものを作っていきたいなと思ってます。この動画を見た方にとって何かの参考になれば幸いです。それでは